スーパージュニアイトゥク、意識高い自己管理法とは、普段からネイルケアを受けて、動画、あり、写真イコール MBNSUPER ジュニアのイトゥクが、ネイルケアを受けている理由を明かした。24日に韓国で放送される MBN、現実男女、シーズン2では、デビュー14年目になる S。UPER ジュニアのリーダーイトゥクと俳優ハンウンジョンの話が公開される。収録当時、ハンウンジョンの女優管理ノウハウが公開されると、イトゥクは、最近は男性たちも管理を受ける時代だ、と話した。続いて、特別に受けている管理があるの。というお笑い芸人ヤンセヒヨンの質問に、ネイルケアを受けていると明かし、出演者たちを驚かせた。またイトゥクは、放送でよく露出される部分だから、手と足のケアを受けている。以前、足を除毛せずにショートパンツを着たらスタイリストに指摘された。それからは、足とよく伸びるヒゲもレーザー除毛で管理している、と伝えた。このようなイトゥクの姿にスタジオでは、体も放送に合わせる、生まれながらの放送人だ、と褒めたたえた。これに対して B2B のウングアンが、そうだ。ストレスだ、と関心を示し、その場を爆笑させた。先立ってウングアンは、前回の放送で殺伐と怖く、面白いのに悲しい除毛の現場を、公開して、意外なチムスンドル、野獣アイドル、として浮上したからだ。ウングアンは、今まで除毛したこともなく、関心もなかった。しかし、芸能活動をしながら汚いという気持ちになって、除毛するようになった。男性芸能人では、除毛をきれいにすることもしないことも曖昧な状況だから、いつも悩んでいる。僕が毛が多いということをファンの方々が知っているので、除毛製品をたくさんプレゼントしてくれる、と告白した。現実男女、シーズン2の第3話は、韓国で24日の午後11時に放送される。